シエイコールルイコールギオームは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、サルト圏のコミューン。オクムというガリア語起源の所有物や財産を意味する、設備時、これはガリア、またはガロローマの地名の形式である。オクムは、通常フランス西部では引く絵をつけられることが多い。最初の要素は、ガリア語の人名研究で、ガロローマ語の人名、シリアス、またはサイラスである。 この人名は、ガリア語のサイロマイナスに基づいている。同じ意味の地名には、シリー、シリー、シラックがある。フランス革命時代の地名は、シエラ・モンターニュであった。ギオーム一世、ドシエは、戦略的要所における最初の要塞の建設者であり、封建貴族家門、シエケの海祖である。シエケは、ブルトン人やノルマン人からの襲撃に対抗する、メーヌハクに仕えていた。 森の中、湖の端にある、第二の要塞の遺構、カロリング町時代のオッピトムが、静かに立ち、すべての謎を守っている。さらに、伝説によれば、満月の夜、オッピトムの周りを歩いて三度、私はここにいるぞというと、湖が湧き立ち、悪魔が姿を現す。という、1940年6月19日に起きた。 ドイツ人による14人のセネガル兵虐殺事件の記念碑、ジャンヌ・ダルクの友で、死役のいとこにあたるジルドレは、この地方にいるイングランド人と戦うようになった。シエの地には広大で強力な男爵領が置かれ、この時代に城はこれ、樹設地のため町の地位に昇格し、婚姻によってフランス革命まで続いた。19世紀終わりのシエイコールルイコールギオームは、 農業の交差点であり、日本史が頻繁に開催されていた。周囲の人口は6000人から7000人だった。現在もまだ、マルシェベス広場が残っている。1917年、シエイコールルイコールギオームに、ポーランド軍編成のため、ポーランド人キャンプが設置された。現在目に見える痕跡はない。1919年4月17日、フランス軍用列車と、 アメリカ軍用列車が衝突した、シエイコールルイコールギヨーム鉄道事故が発生した。全体でフランス側死者6人、アメリカ側死者15人で、大勢の負傷者が出た。ナチスドイツのフランス侵攻末期の1940年6月19日、ドイツ兵が第208植民地方兵連隊に所属する14人の黒人捕虜たちを殺害した。参照元、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。